南海トラフ地震で最大8メートルの津波が想定されている阿児町耕地区には新しく3基の津波避難タワーが設置されました。今朝式典が行われた避難タワーは避難フロアの高さがおよそ12メートルで最大の収容人数は244人だということです。式典後には見学会が開かれ、訪れた地元の住民が避難フロアに上り高さを確認したり、食料や毛布などの備蓄品を確認していました。志摩市は2028年までに新たに4基の整備を進めるということです。